ほんでみたく、どうもおっさんでございます。おっさんはですね、今レーヴェンというところに来ております。ホテルのね、チェックインの時間2時になりましたので、先にちょっとホテルをチェックインしたいなと思います。よろしくお願いします。そうしましたら行きましょう。レッツゴー。はい、ホテルの近くにね、このような像がありました。ところどころね、このような感じで像があるのはヨーロッパって感じかな。ホテルはね、向こう側なんで歩いていきましょう。ホテル一応ね、2時からチェックインできるはずなんで行ってみましょう。はい、おっさんのね、本日のお宿はこちらでございます。で、ホテルでパストロイだったかな、あっちに名前ハストホフって書いてますけども、ホテルのことだと思います。なんかおっさんがね、今まで泊まってきたホテルと違ってホテルしてないとこがいいですね。一応予約はこんな感じですよって書いてます。一応ね、あのホテルにチェックインする時間を連絡くださいということで書いてあったんで、ブッキングドットコムで予約しました。ところにそのままチェックイン時間を送りましたよ。というわけで入ってきましょうか。よろしくお願いいたします。こちらはね、朝食の場所ですね。ブレックファストルームって言ってたんで、一応説明は全部受けております。朝の7時半からって言ってたかな。明日は10時40分にレーヴェンを立てばいいんで、結構余裕ありますよ。外でも食べれるのかな。で、ここにね、あのコーヒーとか、ここにクッキーとか置いてあるんですけども、この辺はあの自由に飲んでいいらしいです。で、ここにミニバーがあるんで、こっからもしドリンクを取った場合、ここに部屋番号と何を飲んだかを書いて、チェックアウト時に精算みたいですね。で、料金がね、そんな高くないんですよね。ここ見てもらったら分かると思うんですけども、水が1ユーロで、スパークリングウォーターが 1.5、 それとソフトドリンクが2ユーロで、ビールが3ユーロですね。であとでフレスワインとか下にあるんで、それは多分また別のところにあると思います。グラスがここにあるんで、あっと、ここちょっと開けづらいな。グラスがここにあるんで、ちょっと暗いですかね。ここにあるグラスを使ってくださいということですね。あとでコーヒーとかもらおうかね。ひとまずね、まだ観光は全然やってないんで、ホテルだけこんな感じです。外はね、寒そうなんでやめときましょうか。めっちゃ風吹いてるわ。こんな感じになってます。ここが朝食会場ですね。じゃあ私の部屋行きましょう。はい、登ってきてこんな感じですね。で、こっちはガストルームなんで、おっさん、さらにこの上ですね。この上に上がっていく感じですね。なんかホテルというより、なんかすごいですね。一戸建てを改良してる感じですね。あのホテルの方もね、24時間滞在してるわけじゃないんで、もし何かありましたら電話で連絡くださいという連絡をいただいております。その部屋はあの奥ですね。家をホテルにしてるって感じなんですね。最初さ、ホテルっぽくなかったんで、ここホテルですかって聞いたら、そうですって言われましたね。で、おっさんの部屋はこの奥ですね。じゃあ入っていきましょう。鍵はね、普通にカードキーではなくて普通の鍵でしたね。鍵2種類預かっててまして、これが部屋の鍵、これが入り口の鍵らしいです。ですので、もし入り口に、夜になるとね、入り口に人がいなくなるらしいんで、この鍵で開けて入ってくださいってことですね。で、鍵開けていきましょう。で、こんな感じです。はい、扉を開けてこんな感じですね。右側が部屋、左側はトイレとお風呂って言ってましたね。じゃあ、まあ、トイレとお風呂から行きましょうか。はい、洗面回りですね。行きましょう。はい、ですぐにこちらですね、手洗うとこで鏡があって、おすごいですね、これ拡大鏡、こんなちっちゃいのあるんだけど、あれ、これ拡大鏡って映ってる、おっさんの顔、あ、映ってる。拡大鏡がほんのりあって、ここにシャワーキャップと、これなんだ、スポンジか、スポンジとシャワーキャップですね。間違えたな。こっちがスポンジ、こっちがシャワーキャップですね。石鹸は残念ながらありません。クラウドファットの
手洗うやつですね。でトイレットペーパー、もうトイレはね一回使用させていただきましたのでこんな感じですね。この結び目書いてありますね。でシャワールームがこんな感じです。いいんじゃない。あ、シャワーはあれですね、シャンプーは横をつまむと下から出てくるパターンのやつですね。いつものやつでございます。じゃあ閉めておきましょう。でこちら側にバスローブがあるのはなかなかいいですね。バスローブとティッシュ。でこの棚ですね。この棚は何もありません。ドライヤーがあれですね、どっかでも見たな、このタイプのドライヤー。ボタンを押すやつか、これどうやってすれば、あ、なるほどなるほど、コンセント抜けてるから動かないだけだ。コンセントさして使ってくださいよってことですね。まあ、おっさんドライヤー使うほど髪の毛長くないんでね、問題ありません。というわけでお部屋の紹介いきましょうか。はい、部屋はこんな感じですね。小窓があって、なんかあれですよね、屋根裏部屋臭がしてすごいいい部屋ですね。おっさんさん、あんまりホテルでもさ広い部屋ってあんまり好きじゃないんですよ。だからこういう狭い方が落ち着くというか。エンジェルス、電気はここかな。あ、つきますね。結構あれだな、明るいな、いいね。夜になってもインターネットできるわ。ベッド、これはキングベッドかな、クイーンサイズかな、それぐらいの大きさですね。で横におっさん今ちょっとカバン置いてますけど、赤い椅子と荷物置きですね。これ扉は閉めれるようになってますよ、もちろん。でテレビがあります。テレビがね、普通のこのテレビ用のチャンネルと、これなんかあのケーブルテレビかな、それのチャンネルです。この下にねチャンネル表がありますので、よかったら見てくださいということですね。これ荷物置きですよね。あれ、これ冷蔵庫かな。上にポットありますね。この白いポットなんですけど、おっさんこれのね、あのベージュのポット自宅にあります。あ、下でコーヒー飲んでいいですよと言われたけど、ここにもちゃんとコーヒー置いてくれてあるんだな、いいね。これは冷蔵庫で合ってんのかな。あ、冷蔵庫だ。あ、ちゃんと冷えてる。あ、いいね。あ、冷蔵庫あるっていいな、なかなか素晴らしくないですか。これはなんか気になりますけど、まあ、開けずに置いときましょう。テーブルもこんな感じですね。電気スタンドがあって、これがねあのホテルの説明だって言ってました。ここにねあの Wi-Fi のコードが書いてあるので、おっさん指で押さえて隠してますけど、あとねこの上にね電話番号書いてあるので、私常にここにいないんで、もし何かありましたらここに電話してくださいよって言ってましたね。消防はねこれあの建物自身がこの通り沿いになるんで、消防は良くないですね。反対側の建物が見える感じですね。まあおっさんはね常にこれ閉める人なんですよね、これ常にねカーテンを閉めとく人なんで、これでよしじゃないですか。はい、次はこの電気スタンドですね。電気スタンドの電源はここの横側にあります。つけてみましょう。こんな感じどうでしょう。いいですね、アンティーク。テーブル周りのコンセントはこの電気スタンドが刺さってるコンセントぐらいですね。あとはベッド周りにねさりげなくねこの電気スタンドとともにあの併設するようなあの連結のコンセントが1個ありますね。向こう側もそうだと思います。同じ電気スタンドですよね、向こうもね、こっちもね。ですね、向こう側反対側は2つだったんですけど、こっち3つになってますね電気スタンドのコンセント、まあ、ここであれですね、スマホの充電とかカメラの充電とかしたいなと思います。はい、どうもおっさんでございます。どうでしょうかこちらのホテル。ですね、ホテル名がホテルデパストロイって名前ですね。こちらブッキング .com さんで予約しました。いつもでしたらだいたいホテルズ .com さんで取るんですけども、こちらのホテル出てこなかったんですよ。ですのでこちらのホテルはブッキング .com さんで取りました。こちらね、入り口にガストホフって書いてあるんで、あれですよね、ホテルというより、まあ、ホテルはホテルなんですけども、あれですよね、一つの建物を区切っておっさんがオランダに住んでるようなタイプの一部屋一部屋に分かれてて、その住人がそれぞれいるみたいな感じになってるんでしょうね。あと明日朝食もちょっと楽しみなんですよね。どんな感じで出るか、ビュッフェ形式なのかどうかもちょっとおっさんも調べてないんですよ。ですので明日朝食はちょっと楽しみでございます。いや、コーヒー飲み放題っていうのはなかなかいいですよね。疲れた時に飲めますけど、
まあ、ビールもねそんな高くない、3ユーロ1本3ユーロなんでね、そんな店で飲むのとそんな変わらないですから、買いに行く手間考えるとビールもいいんじゃないでしょうか。ですね、こちらホテルが1泊ですね117ユーロ、朝食付きですね。ですね、なかなかこのルーベンの駅からはちょっと離れてるんですけども、観光地としてはここからね、どちら方角的に言うと向こう側になるのかな、向こう側行くと視聴者があるんですよ。その視聴者をね見に行ったりするのはかなり便利かな。ここから歩いて3分か4分ぐらいの位置にありますからね。あとその近くにねカルフールって書いてあったんで、もしかしたらスーパーマーケットも近くにあるみたいですね。おさんまた水買ってこないといけないんで、後で買いに行きましょうかね。そしたらこの後の動画の後にですね、明日の朝食動画をくっつけますので、よかったら見てください。それでは朝食でお会いしましょう。おはようございます。そしたら朝食行きましょうか。よろしくお願いいたします。それではレッツゴー。はい、朝食はねこんな感じですね。パンにこれはグラノーラかな、でジャム、ここにしゃれてますよね、ヌテラとロータスが置いてあります。クッキーですね、でキュウリ、チーズで、いやいや普通のパン、ゆで卵、トマトにハム、フルーツ盛り合わせ、オレンジジュース、それとヨーグルト、ではいただいていきましょう。朝食会場はね誰もいませんね今は。で朝食取ってきましたよ、いつものパンとハムですね、でとヨーグルトでございます。朝なんですけどもめっちゃ晴れてていい感じですよね、こちらの庭も。いただきます。いつもの H マークレイク、ここのやつはね結構ねしっかり生地入ってますね。ハム、ハムは美味しいね。コーヒーお願いしますって言ったら入れてもらいました。砂糖です。うまい、おいしい。ヨーロッパにしては珍しいですね、ちょっと薄めのコーヒーですね。大体ヨーロッパはコーヒー濃いんですけど、こっちのクロワッサンもサクサクしてます。ゆで卵、ゆで卵なんて食べるの久しぶりだな。抜けました、結構苦戦しました。うまいですね。最後ラストハム、ごちそうさまでした。美味しかったです。いや、帰る準備してオランダに戻りましょうか。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。